おはようございます。時刻は9時55分になっています。遅い時間になりました。2月16日の水曜日、今日も天神橋筋商店街天六てんこ盛りスタジオからこもさん、小森康則が朝刊チェックをお届けしてまいります。年がいもなく可愛いトレーナーを着てでございます。60のじじいなんですが、可愛いでしょうか。ペコちゃんでございます。さて、世の中びっくりするようなことっていうのは本当にたくさんございますね。海外からのニュースでございますが、電力会社が停電の補償金として小切手を送ったんだそうです。イギリスウエストヨークシャー州、数日間にわたって15万戸以上で停電が続きましたので、電力会社がごめんなさいと補償金を送ったんだそうですね。でその金額がどうも間違ってたみたいで、えらいことになりました。日本円にして小切手の額面が363兆円だったそうです。何人もの方にとんでもない値段の小切手が送られておりました。74人やったかな。どうも混乱している中でですね、本来伝えるべき何ポンドっていう金額の数字と電力メーターのところに並んでいる数字、それはいつからメーターが動いてるかによって家によって違うと思うんですが、それをそのままどうやら書いてしまったようでございまして、日本円に換算すると300兆円を超えるような金額だったそうでございます。はい、その写真がネットのニュースでアップされておりました。はい、電力会社、正直に連絡してくださったお客様に感謝しています。お客様全員に直接連絡を取って、正しい支払いが行われるとお伝えしましたということだそうでございます。ちなみにこういった場合ですね、銀行の手違いで振り込まれた1200万円を2週間半で使い果たしたアメリカの夫婦、あるいは銀行のミスで600万円ほどが振り込まれて派手にそれを使い込んでしまったアイルランドのシングルマザー、いずれも逮捕されているそうでございます。300兆円下ろしてって言っても銀行にお金はなかったでしょうけれども、もし来ますよね、携帯に。私のところにも、ちょこちょこ来ます。あなたになんぼをお送りしたいんですけどっていう、それはもう完全な、いわゆる特殊詐欺につなげようとするものですけれども、そうでなくても本物のものであったとしても、そういう間違いがあったらそのまま使い込んだらこっちが逮捕されるということだそうでございます。世界には本当にいろんなびっくりするような出来事がございますね。今日も朝刊チェック、どうぞお時間の許す限り最後までお付き合いくださいませ。今朝も贅沢ブルーベリースの笠間の提供でお送りをしております。はい、今日も早速いただきます。さっきちょっと水で割ってるところを準備中に見ていただきましたが、今日はお水でございます。もうこうやってワイングラスに入れておりますといい香りがしてまいります。おいしい、シャキッと一杯でございます。もうすでに10時になろうとしておりますので、電話番号出ておりますか。電話の受付すでに始まっておりますので、よろしかったらお申し込みくださいませ。そしてチャットをしていただいている方にもですね、お買い求めいただいた方があるようでございます。こんなふうに美味しかったよと、コモさんありがとうという、そんな声もございましたらぜひお願いをいたします。0120-780-337 0120-780-337 番でお電話お待ちしております。贅沢ブルーベリース、今回も、こちらの冊子と、そして花粉症気になるという方、花粉そろそろ飛んできておりますんでね、アレルギーに効くというですね、効くといったらいかんのか、そうですね、気になる方、カテキンが入っております、お茶、こちらを 5本プレゼントさせていただきます。では今日は読売新聞を買ってまいりました朝刊チェックヘッドラインです。北京オリンピック12日目フィギュアスケート女子ショートプログラムが行われ、ドーピングが発覚したものの出場が認められた ROC ロシアオリンピック委員会のカミラ・ワリエワが素晴らしい演技でトップに立ちました。坂本花織は自己ベストを更新して3位、初出場の樋口新葉が5位スタートとなっています。ところでスペインの新聞マルカは、ワリエワの母親が禁止薬物が検出されたのは心臓の薬を使っている祖父とクリスマスにワイングラスを使ったからだと、同じワイングラスを使ったからだとする言い訳を報じております。この他の北京オリンピックの結果です。女子スピードスケートパシュート決勝、カナダと対戦した日本は残り 100m で高木菜那が転倒し惜しくも銀メダルでした。スノーボードビッグエアでは村瀬心椛が銅メダル、ノルディック複合個人ラージヒルで渡部暁斗が銅メダルを獲得しました。3大会連続のメダルです。ロシア国防省は15日、ウクライナ周辺に集結させている部隊の一部が演習を終えて所属する駐屯地に帰還を始めると発表しました。一方、アメリカの CBS ニュースはロシア部隊の一部がウクライナへの侵攻に向けて攻撃態勢に移り始めたとも報じています。ところで岸田総理大臣は昨夜、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話で会談し、少なくとも1億ドル、日本円で115億円の支援を行うと伝えました。昨日の新型コロナウイルス感染者は全国で84,220人、重症者は1403人、死亡が確認されたのは236人でした。ところで政府は水際対策として、これまで入国後自宅やホテルで7日間としていた待機期間を3月から3日間に短縮する方向で調整に入りました。1億円を超えるリベートを申告していなかったとして所得税法違反に問われている日本大学の田中英寿前理事長の初公判が昨日東京地方裁判所で開かれ、田中被告は罪を認めた上で、なんでこうなったのか理解できないと述べました。大阪高槻市のマンションでおとといの夕方、母親と娘が宅配業者を装った男に襲われ、母親が刺されて意識不明、刺した男も重体となっている事件で、この男は以前長女と交際していたことが分かりました。以上、2月16日の朝刊チェックヘッドラインでした。時刻は10時4分になっております。北京オリンピックの話題でございます。まずワリエワでありますが、ロシアオリンピック委員会15歳、ドーピング禁止薬物が検出をされましたが、それは去年の年末のことでありました。このタイミングでなぜ公表されたのかということについては、検査が遅れていたのだというような報道もありますけれども、本来当然のことながら許されるわけではない。で、ロシアがロシアとして出ていないというのは、ドーピングを国を挙げてやっているということからですね、個々人の資格でロシアオリンピック委員会という、旗の下でですね、出場することを、例外として認められているということであります。で、今回そのスポーツ仲裁裁判所がですね、認めたのは、16歳未満であると、で子どもだと、周りの大人が注意をしないといけないことなのでという、理屈なんですけど、そもそもそれ自体がどうかということですね。その全く知らないで禁止薬物を、体に入れていたんであればまたそういうことも言えるのかもしれませんけれどもですね、そんな2つや3つの子供じゃないんですから、離乳食の中に入れられてたっていう話ではないのでね。でまあ、そのロシアではフィギュアスケートをはじめとしてもうこういったことは当たり前なんだというふうに、ロシアだけではないですけれども一部の国ではそういったことが当たり前のように行われているということを報じている記事もありました。でやはり僕は素晴らしかったですよ。もう演技はやっぱり素晴らしかったですけれども、やっぱり出すべきではなかったと思いますね。オリンピック委員会の方はあかんと言っていたけども、それが認められなかったわけでありまして、結局このまま優勝をしたとしても3位以内に入ったとしても表彰式が行われないとなりますと、他の選手にも迷惑かかる話ですからね、滑らせるべきではなかったと思うのですが、しかし演技そのものはやっぱり素晴らしかったのは素晴らしかった。それがどこまでこう練習における禁止薬物摂取ということのがプラスに働いているのかは分からないですけれど。で新しい情報としては、今日の読売新聞にも社会面でちらっと出ておりましたが、スペインの新聞も報じているという記事を私は見かけました。母親が、ワリエのおじいちゃんが心臓の薬を使っていて、その薬の中に禁止薬物が入っている、血管を広げる、それによって激しい練習をしても復活が早くなるということが考えうるということですね。だからこそ禁止薬物に入ってるんですけれど、でそのおじいちゃんと同じワイングラスを使ったと、ワイン飲んだらロシアはどうなんですか。15歳でワイン飲んで、ワイングラスですよね。私がこのブルーベリー酢を飲んでいるのもワイングラスですから、飲んだものはアルコールではないということを前提に考えますとですね、だからそこに薬が入ってしまったというような、どう考えても苦しい言い訳ですよね。だと思います。にわかに信じがたい。でやはり他にもルールレギュレーションはありますけれども、やっぱりドーピングっていうのはもうその他のルール違反ももちろんあかんのでしょうけど、運不運の部分もありますけれど、他のことに関してはドーピングっていうのはその運不運の問題、稀にそういう例も個々にはあるでしょうが、やはり意図的なものですよね。やっぱり許されてはならないことだというのが世界のルールだと思います。そのウクライナの問題の国際法のルールとまたこっちは切り分けて考えるべきだとは思いますけれども、しかしロシアという国、そのチーム、そのいわくつきのお医者さんがいるみたいですね。今回フィギュアスケートのチームに帯同をしている人がおりまして、これはもうどう考えてもこれまでやってきたことから考えると、スポーツの世界で医師として携わるなんてことはもう永久追放、プロ野球で言ったら、野球賭博に絡んで八百長をして打たれるような球わざと投げたピッチャーが反省しましたからって言うてもう一回戻れるかって言ったら、もうそれはもう永久追放になるわけですよね。そのぐらいのやつが今回くっついてきてるみたいですわ。でワリエに限らないですけど、ザギトワとかいろんな名選手います。もう国レベルで考えると、国単位のスケート連盟というかの世界で考えると、どんどん新しいこう入ってきて、でまさにもうドーピング薬漬けにしたとしても結果が出るんやったらええわというような一つの社会というか産業というかがどうもできているんではないかなというふうに思ってしまいますね。体重のコントロールも非常に細かくされていて、もちろんそれはジャンプをするために必要な体重コントロールでもあるんだけど、それはもうその選手が個々に努力をするとかっていうレベルではなくって、もうなんて言ったらいいですかね、卵を産むため肉取るための鳥であったりとか、もうそのぐらいの、それは太らせる方とかやったりしますが、その逆やったりっていう意味でね、もう人権なんて全くないんで、もうダメだったら使い捨てだってまだどんどんいるわっていう、AD なんて、もう。っていうかつての放送業界芸能界とかみたいな、そんな感じですかね。なんぼでもやりたいやつは入ってくんねんっていうような、そんな中で美しい演技を見せられたとしても、演技そのものはやっぱり素晴らしかったんですけども、興ざめの部分ありますよね。どんな競技においてもやはり科学の進歩と、そこはなかなかいたちごっこの部分もあって、グレーのところもあるのはきっとあるでしょうけれどもですね、その時その時のルールがやっぱり厳格に適用されるべきだと思いますね。ただ彼女一人の責任ではないであろうとは思います。でも滑るのは彼女ですから、滑らしてはならなかったと僕は思うんですけれども、皆様はいかがお考えでしょうか。女子スピードスケート団体追い抜きパシュートで惜しかったですね。ハイライトを五輪 .jp で見ました。決勝へ進みまして、カナダとの対戦、カナダをリードしておりました。もう残り 100m 最後のカーブを曲がりきるところ、競馬でいうと4コーナーを回る、その回りきる直前のところでした。他のチームと比べても、もうスタートの段階からピシッと一列になっていて、あれはもちろん作戦面でそうなんでしょうけれど、まさに一糸乱れぬ滑りをしていたんですが、その時最後高木菜那、ほんの一瞬ですよね。ほんの一瞬バランスを崩したと思ったら、あーという間に、実況アナウンサーも盛り上げて最後の一周追い上げてカナダに来られたけれども、このままいったらいけるに違いないというところで、その言葉しか多分用意してなかったですね。ラジオの実況はどうだったのかな。ラジオは喋り続けないといけませんからね。テレビはさあ最後のところでぐっと、さあここでっていう言葉を用意してたんでしょうね。突然のことに、解説の人はあーってもうバランスを崩し始めたその瞬間から言ってましたけど、アナウンサーは追いかけられてなかったですね。まさにそのぐらい誰も思ってもいなかったところ、号泣していました。そうですね、あそこで一言、求めないといけないという、求められないといけないっていうところで、僕はもうNHK の昨日はその定時に定時番組をやるべきだということを言いましたけれど、もうジャパンコンソーシアムで NHK だけがやってるんじゃなくて、民放各社も行った上での実況であったりインタビュアーであったりなんですが、ジャンプの中継を続けるぐらいの変則的なことができるならば、もう何も聞かないっていうこと。そうですね、ハーフパイプでなんでそのままやったんやっていうことを非難され、そしてなんでジャンプやったら伸ばしたんやって非難され、何やっても非難されるのは辛いでしょうけれど、あそこで何も聞かないっっていう、しかも転んだ高木菜那にはということができたら、それはそれでかっこいいインタビューやったのになと思ったりもするんですけどね。自分がそばにいたらそれは聞かないといかんという職責だとは思いますけれどもね。あそこで僕は聞けないですって言えたら、ねえ、で他にもありますからとか、他のメダルとの意味の違いとかっていうことも聞いてましたけど、もうそんなこと出てくる状況じゃないですよね。どう考えても。あとの2人、3人ともでしたけど、非常に、あの時に振り絞れるギリギリの言葉を言ってくれたんだな。まあ、それでも世界2位ですから、銀メダルですから、ねえ、いつか笑顔で、その銀メダルの輝きを見てほしいなとは思うんですけれど、あの段階ではそれを喜べるっていうことはないでしょう。そしてまあ他の選手もそうですが、ダメだった時に責任を感じますって言わせることのないようにはしたいですよね、それはね。時刻は10時17分です。ウクライナ問題です。ロシア国防省はウクライナ周辺に集結されている部隊の一部、演習を終えて所属する駐屯地に帰還を始めると発表しましたが、それがどこの部隊で何をするところで何人ぐらいの部隊がということははっきりはしておりません。時系列でいうとその前になりますが、 CBS ニュースアメリカです。こちらは侵攻に向けた動きを続けているというふうに報じておりますので、まだ一山越えたというところにまでは行っていないであろうというふうに思いますね。読売新聞はリトアニアの外務大臣が、読売新聞のインタビューに答えまして、ロシアは戦争の準備を整えているというふうに見ているということです。一方、岸田総理、ウクライナのゼレンスキー大統領とおよそ30分間電話で会談をいたしました。通訳も入るでしょうから、儀礼的なこと、頑張りなはれやっていうようなこと、一緒にやりますよっていうようなことを言ったんだとは思いますが、読売新聞から読みますと、岸田総理は会談でウクライナの主権と領土の一体性を支持しており、力による一方的な現状変更は断じて認められないと述べました。はい。このことについては同じようにロシアに対して北方領土で言っているとも言えますが、じゃあ具体的に何動いてるんですかというところも問いたくはなりますけれど、ウクライナに少なくとも1億ドル、日本円にして115億円規模の借款による支援を行うとも伝えました。会談後、記者団に対しまして、仮にロシアによる武力侵攻が発生した場合、制裁も含めて状況に応じて G7 をはじめとする国際社会と連携して適切に対応したいということでございますので、これも自分がどうするとかっていうことではなく、周りの人の意見を聞いてということですかね。彼にあまりいろんなことを求めるのはもうやめてしまおうかなとも思ってしまいます。10時19分。コロナまた8万人台でした。昨日は8万4220人。亡くなった人が236人ということですので、高齢者がやはり多いのは多いんですけれど、でこれで累計感染者数が400万人を超えたと。で子どもの感染もやはり増えているということですね。大阪府は1万2597人の感染、42人が亡くなっています。50代から90代、そのうち40人が70代以上ということであります。でまあ後でまた松井さんの話は市長の話はするつもりですけれども、やっぱり大阪の現場の混乱ぶりっていうことについては正直に認めざるを得ないと思いますし、ごめんなさい、僕、夕方のニュース商業放送も NHK もちゃんと見られてないんで、どこまで毎日、追いかけているのかわからないですけれども、維新べったりとされている今放送局、毎日放送もそういう指摘を受けておりますが、ちゃんとチェックしてますかね。誰がやろうが、どこの政党の人がトップであろうが大変であるということは認めます。それは国政レベルでも自治体レベルでもそうだとは思います。何でもかんでも批判をしようということではないですが、やはり、他府県に比べてやっぱ大阪の状況が悪いということについてはしっかりとチェックをしてですね、置かないといかんだろうと思いますね。これまでにもいろいろ準備する時間はあったわけですから、そのことがちゃんとできていたのかどうかっていうような検証も、目の前のことと含めて、しっかり放送局にはやってほしいなと思います。ただうまいことね、世間の耳目を他の方向へ持っていかせたりとか、いうようなことも組織的にしてんのかどうかは分かりませんけれどもね、やっぱり今大阪が大きな問題を抱えているっていう認識は僕は持っております。で、水際対策としてこれまでそんなに感染がしていないという前提ですが、その地域からの入国・帰国の場合、自宅やホテルで7日間の待機期間と言われておりましたが、3月からはこれを3日に短縮する方向で検討に入っていると読売新聞は一面で報じております。子どもの感染が増えているということについては社会面で取り上げていますね。こちらももうグラフも含めて第三社会面の扱いなんですけれど、1月が12月に比べて196倍、子どもの感染、1月だけで98,425人、去年の12月に比べて196倍と急増している。でツイートなんか見ておりますと、例えば、MBS でいうと西アナウンサーが家でこんなんですっていうようなことを書いてたりしてましたけれども、やっぱり家の中でちゃんと隔離できるって、そんなよっぽど大きい家でお手伝いさんもいてくれてみたいなことでもないと無理やなっていう話ですよね。読売新聞がとあるご家庭のことを書いておりました。14面ですか。暮らし面、子どもの隔離やはり無理。自宅内でどう隔離すればいいんでしょうか。次男7歳の新型コロナウイルス感染が分かりました。奥さん、私40歳、夫47歳、頭を抱えました。2LDK6 人暮らし、4人お子さんいらっしゃる。長男8歳、次男7歳が感染しました。長女5歳、三男1歳、元気そのものです。ただ濃厚接触者になるので外出できません。東京都のウェブサイト上の自宅療養者向けハンドブックを参考にいたしまして、家庭内でこういうルールを決めました。感染している次男は子ども部屋で過ごす。そして他の子ども3人はリビングで遊ばせる。次男と接するのは母親だけに限り、お互いにマスクをつける。食事は子ども部屋で1人で食べさせる。お風呂は最後に入れる。親がしていました仕上げの歯磨きはしないというようなルール。それでなんとか、なんとか食い止めようとしたわけですね。1時間に一度、次男のいる部屋の窓を開け換気しました。次男の熱は37度台で落ち着いておりましたが、それでも喉の痛みがあり、漫画も読まずゲームもせずうとうととしておりました。ゼリーや果物もほとんど口にしませんでした。マスクをしております家の中でも、喉の痛みで声がほとんど出ず、体調を聞き取れるようなそういう会話もなかなかできない状況。せめて隣にいて抱きしめてやりたいと思いますが、それもできない親の方がくじけそうになってしまいます。夜、ドアノブなどを消毒換気した上で、次男以外の子供を子供部屋で寝かせます。そして次男はリビングの隅に簡易ベッドを用意して、マスクをしたまま寝るよう言い聞かせました。翌朝、目が覚めると私の隣で新型コロナウイルスに感染していた次男がすやすやと寝ていました。7歳、マスクもしていません。夜中に目が覚めて寂しくなって親の布団にそっと入ってきたのでしょう。そしてお兄ちゃんのことが大好きな三男、まだ1歳です。早速次男を見つけてじゃれついておりました。ああ、やっぱり無理だよね。と夫と顔を見合わせ苦笑い。次男の安心しきった寝顔を見て、諦めと同時にそばにいることにホッとする感覚もあった。長男 37.3 度、元から平熱の高い三男37度ちょうど、すでに誰が感染していてもおかしくはありませんでしたが、自治体の PCR 検査すぐには受けられません。感染の有無がはっきりしないので、次男の隔離は続けるしかありませんでした。しかし、初っ端からそんな感じ。家庭内隔離は次第に曖昧になっていきます。3日ほどで熱が下がった次男、ふらりとリビングに現れました。それを見つけた三男は1歳、何も分かりません。後ろを追いかけます。長女がこっそり子供部屋に忍び込みました。夫婦が別室で在宅ワークをする間、特に目が届きません。そのうち注意する気も失せていきました。次男の発熱から6日後、夫が急に寒気がすると言い出しました。体温は 38.3 度。私も体の節々が痛み、翌日発熱。隔離を徹底できない中、ウイルスは確実に家庭で広がってしまった。というところで、連載の今日の会は終わっておりますが、こんなんでしょうね。そらね。そらそうですわな。ほんまに、その2類5類の問題もありますけども、ほんまもう災害というか非常時ですもんね。これもう全部が全部希望の通りにはそれはもういかんっていうのはあるんでしょうけれどもね、こういった声がどこまでルールを決める人たちに届いているのか、そこは報道の出番だと思うんですけれどもね。時刻は10時29分。さて、田中理事長、前理事長ということになりますが、日大です。お金をちゃんこへ持ってこいというので好き勝手をしておりまして、でもうそうで、言うこと聞かへんやつはもうバンバン飛ばしてたということについて、罪に問われているのは所得税法の違反ですが、脱税は認めました。争う気はないということなんですけれど、なんでこうなったか理解できないと言っているんですね。これは一体どういうことでしょうか。もうボケちゃってるんでしょうか。75歳、日本大学医学部附属板橋病院の建て替え計画などを巡りまして、リベートなど1億1820万円を申告から除外、所得税およそ5200万円を脱税したというのが今問われている罪でございます。今回罪に問われているのはそこですけれども、もう日大というものを使って、他の人たちも含めて、もう好き勝手してたということですよね。で、こういう構造は多分国なら国とか、業界とかっていうようなことであちこちで行われていて、本当になんか最近思います。美しい国日本、みんなが従順で、倫理観高くなんていうようなことをですね、ゴミも落ちてない、そんなことではないなと、我が国を貶めたいとは思いませんけれども、みんなほんまに、特に力持ってるやつはもう好き勝手やっとんなと、思いますが、日大帝国の中で、本当に、思うがままにやってきた、その一端が今罪に問われているということです。久しぶりに公の場に姿を見せました。被告人質問で事件の責任について問われると、反省していると繰り返しました。学生や教職員への思いを尋ねる質問については、もう今理事長でないので考えようがないと。そういうもんですかね。そういうもんではないと思いますけどね。で、どういう状況で渡されたのかというようなことについては、はい、その通りですと淡々と認めました。多方面に迷惑をかけたと述べましたが、裁判長から改めて事件への認識を尋ねられると、反省しているが自分でもなんでこうなったのか理解できない、自分なりに残念に思っています。この残念はどこにかかってくる言葉なのでしょうか。捕まってしまったということが残念だということでしょうか。見つかってしまったということがそうでしょうか。あるいは自分についてきてくれてると思ってた人間が最終的に離れたということが残念なのでしょうか。私はなんでこうなったのか理解できないと言っていることが残念でなりません。認めているんで、裁判そんなに長くは続かないのでしょう。あとは日大という大学がほんまに本気でどう変わるのかっていうことですよね。10時33分。さて、大阪高槻市のマンションで女性2人が襲われました。宅配業者を装った人間、男だったんですけれど、で母親と、そして襲った側のやつも重体になっていると。で、長女は逃げて無事だったという情報は、実は昨日の朝の段階からあったんですね。で、ローカルのニュースでもありますし、取り上げようかどうしようかちょっと迷ったんですけど、事実関係がもうちょっとはっきりしないなと思って、でそれは襲われた長女が襲ってきた人間、面識なかったっていうふうに言っているところ、多くの場合、その行きずりの犯行ももちろんありますけれど、そうやって殺人あるいは殺人未遂になるようなことっていうのは、身内であったりとか非常に近しい関係のことがやはり多いので、中には通りすがりで誰でもよかった、むしゃくしゃしていたって言って、誰でもよかったって言いながら自分より弱い人間に刃を向けるやつはいますけれど、しかし宅配業者を装ったっていうようなことも含めて考えると、全く知らないっていうところにちょっと疑問があったので、昨日の段階では実は取り上げなかったんですね。実は17歳の高校生で同い年、この襲われた、怪我はなかったけれども、そちらの元交際相手であったと。お母さん40歳、マンション2階で長女と2人暮らしをしていまして、14日の午後6時ごろ、2階の通路で意識不明の状態で見つかりました。刺した方の高校生も意識不明、胸に刺し傷があって、室内にいた長女に怪我はありませんでした。通路に警棒が落ちておりまして、このお母さん後頭部に殴られた跡があったことから逃げようとしたところを後方から警棒で殴られたとみられると。血のついたナイフが室内で見つかっている。他にもスタンガンや催涙スプレー、手錠なんかが入っていたと。で、自転車、この犯行を起こした、高校生の自転車が駐輪場に止められていたと。長女は宅配便を名乗る男が玄関ドアを叩き、母がドアを開けて対応すると突然部屋に入っていて、自分はもみ合う隙に逃げ出したと。大手宅配業者の制服姿でマスクをつけていた、知らない男だと当初は説明をしていましたが、これは多分マスクをしてたからっていうことなんでしょうね。何かを隠してたということではないかと思うんですが、知らない男だと説明していた、昨日の新聞の段階ではそうだったんですが、身元が分かりました。その名前を伝えられると、中学の同学年で2年ほど前、1ヶ月ほど交際していたことがあったと。ただ別々の高校に通っていて、最近は連絡を取り合うこともなかったということなんで、一方的に思いを募らせてこういった犯行に及んでしまったのか、まだ分かんないですけど、そういったことが考えられるということなんで、ただただ物取りの犯行では、なかったのだということが分かりました。あと、胸詰まるニュースで言いますと、岡山の虐待、交際の男が懐かず暴行、4人兄弟の中の1人だけが標的で、児童相談所は友人という説明を鵜呑みにしていたと。こういう時によくあるのが、母親が子供を育てていてシングルマザーで、そこに男が入り込んできて、付き合ってるか付き合ってないかっていうようなことで嘘をついて、実はその奥で見えないところで暴行をしてたということが、もう本当に数多くありますよね。いや、もちろん恋愛の自由もありますし、人生の選択の自由もあるわけですけれど、児童相談所という子どもを守るその最後の砦のところが、人数の問題もあろうかとは思いますけれども、そのリスクを軽く見て、このように全国各地で同じような種類の犯行が行われるということについては、やはり行政の責任があろうかと思います。時刻は、10時38分になっております。朝刊チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました。さて、昨日、おととい、そして今日3日間、今月も贅沢ブルーベリースの笠間さんの提供でお送りをしております。ありがとうございます。今日も先ほど一杯飲みました。13年半、私が毎朝2時半、3時半に起きてですね、朝からてんこ盛りを続けてこられたのは、これを飲んでいたからだと私は思っております。私のこの198センチの体の多くはですね、このブルーベリースでできていると言っても過言でもございません。朝飲んだら本当にシャキッとします。夜飲む方もあるでしょう。あったかくして飲むことも OK でございます。そして前回はそうですね、炭酸で割りました。それもまた美味しかったです。大体5、6倍に薄めてということなんですけど、で今回もお求めいただいた方には、自然治癒力を共に高める会の血圧を自分で下げるコツ、血圧のこと気になっている方多いと思います。そして今回は花粉症の季節がやってまいります。早めに対応しておく方がいいですもんね。もちろんこれはお薬ではございませんが、アレルギー対策で注目されておりますメチル化カテキンの入った丸ごとカテキン粉末緑茶、こちらを今回お申し込みいただいた方にはプレゼントというふうに聞いております。笠間さんの電話番号でございます。0120-780-337 0120-780-337 番でお電話お待ちしております。ぜひあなたも贅沢ブルーベリースの世界に入ってきてくださいませ。おすすめいたします。時刻は10時40分です。さて、読売新聞、今日一面、今日は実は新聞各紙一面トップ記事が違いました。はい、違法盛り土厳罰化と、熱海での土石流被害を受けましてですね、法人としての罰金を最高3億円にするというルールの変更、3月下旬閣議決定し通常国会に提出する方針ということでございます。死者・行方不明者27人出るという大惨事になってしまいました熱海市の土石流災害を受けまして、政府が盛り土の規制強化のために検討してきました宅地造成等規制法改正案の概要が分かりましたということですね。でか、まあ、この盛り土の問題であったりとか、例えばゴミの問題、収集の問題とか、さまざまその、人が、嫌がるような仕事も誰かがやってくださらないといかんというので、歴史的に見てかつて、そういったことで差別があったりとかっていうようなこととも関連してくるんですけれども、誰かにやってもらわないといかん仕事というのが確かにある。でそこに目をつぶって自分たちだけが便利で楽しい生活をしていていいのかっていうところとも表裏一体の問題だと私は思っておりますが、かといって、参拝の問題なんかもそうでしたよね。その声の大きい、何かやったらこっちがやられてしまうんじゃないかっていう暴力的な威圧的な空気、原発もそこにも絡んでくるのかもしれませんね。そういったことで、やるべきことがやれてないってなったら、そこはやはりこういう国のルールであるとか、そして警察なり検察なりっていう公権力がしっかりと罰するっていう仕組みを作っておかないと、これはいかんですもんね。ただ罰金最高3億円って言っても、儲けて逃げて潰してっていうようなこともあるんでね、どこまで実効性があるのかはわからないですけれども、はい、読売新聞のトップはこのニュースでございました。時刻は10時43分です。今日もご視聴ありがとうございました。昨日は黒田に番外編といいますか、黒田さんのところにもアップされておりますし、私の方にも黒田さんとのツーショットの動画が上がっております。はい、ご覧いただきましたでしょうか。カレーとラーメンと映画は人には勧めないというのが黒田さんのポリシーであると。いうお話だったんですね。そのお話はぜひまだご覧いただいてなかったら、小森安典チャンネル、このチャンネルで動画アップされておりますんでご覧くださいませ。でそんな中なんですが、これはっていうのでご紹介いただいた小森さん、これはええでって言って紹介してくれた映画がありましてね。でビリー・ワイルダーっていう監督のもう白黒の映画です。はい、ジョーフという映画のことを言ってたんですよ。で調べました。ネットフリックスでは見られなくて、今アマゾンがあったり UNEXT でしたっけ、それなら見られるって書いてあったんですよね。1ヶ月無料やっていうので、それもそうしようかなとも思ったんですが。この近所にツタヤがありまして、ツタヤさんなんてもう僕長いこと行ってなくて T ポイントカードも持ってましたが、ツタヤでレンタルビデオをしたのっていつかなと思って見たら、カード見たら2015年の、何月何日っていうのが有効期限になってましたわ。で行ったらもう年会費っていうか、それを払わへんかったらあかんというので、300円でしたかね、取られて、で行ったらありました。はい、ジョーフ、こちら、今110円なんですね。もう長いことほんまに借りてへんかったからレンタル DVD がいくらなのか全然分からへんかったんですけど、はい、110円でした。で、早速見ました。この75インチの大きな、こんちゃんにもらったモニターで見て、いいですね。こういうのやっぱり映画見るのにはね、この75インチってほんまにいいんですけど、裁判に関わるアガサ・クリスティ原作のものでして、黒田さんも言ってましたが、最後の大どんでん返しがええねんでって言って、まあ、大どんでん返しがあるのだっていうことをもう最初から思い持って見てたんですけどね、うん、最初から思い持って見てたんですけど、もう本当に大どんでん返しでしたわ。そうやって聞いてたけど、どこで大どんでん返しっていう何なのかなと思ってずっと見てたんですけど、はい、おー来たなと思って。で基本僕クレジットまで最後まで見るタイプなんで、映画館でもDVD でも見てたらちゃんと出てました。この映画を見た方にお願いをいたしますと、最後まで見た方にお願いをいたします。決して、その結末は誰にも言わないようにというふうに書いておりましたんで、まあ、浜村淳さんが以前このビー・ワイルダー監督の「情婦」という映画を解説されたことがあったかどうか分かりませんが、最後の最後、うん、浜村さんは言い張ったんでしょうか、どうなんでしょうかね。あと昨日、まあ、立て続けの公開になりましたが、ブックエブリで、本の紹介もさせていただいております「人間滅亡的人生案内」についても語っておりますので、どうぞそちらもご覧いただければというふうに思います。では今朝の一言に参ります。橋本弁護士に相談してみよう。水道橋博士。はい。傍から見てて不謹慎な言い方ですけれど、面白くなっております。大変不謹慎だと思いますが、はい。松井市長、僕まあ維新がどうだとかっていうことはまた改めてそういう論評をするときにはそういうことを言いますね。うん、で今目の前で大阪府大阪市、維新の代表でもあるので市長としてだけではなくってコロナ対策とかでやらなあかんこといっぱいあります。まあ、そういう吉村さんの所管の部分もありますけれどもね。うん、でそんな松井さんに対して、まあ、以前からいろいろと言われていることあります。かつて高校変わった時の話なんていうのはもう文春が10年前に出してましたかね。いろんなことが言われてます。もともと自民やったんやんけっていう話からね、そして巨大な組織とのつながり、フィクサーとのつながりみたいなこともいろいろ言われています。あえてそこは今私は申し上げません。訴えられたら困りますから。そういうことが言われていて、まあ個々に一つ一つの事例について松井さんの言い分もあるでしょう。取材している側の言い分もあるでしょう。そうしたことを、まとめた動画がYouTube にアップされています。そのことに対して水道橋博士がそんなんを見つけて、でこんなこと出てますよと、維新の人反論するんやったら反論しといた方がいいですよと、だからまあ別に維新に対して松井さんに対して、刺そうというような感じの、まあ、文章で言うとですよ、意図はどうか知りませんけど。文章で言うと誹謗中傷になるような書き方ではない、こんなことをまとめサイトじゃないですけど、こんな動画がアップされてるんでちゃんと見といた方がいいですっていうことを言いました。そうすると松井さんがそこに噛みついたんですね。水道橋博士ともあろう人がというのはやはりフォロワーの数とかでいうと多いですから、100人や1000人でやってる人と違いますから影響力あります。そんな人が不確かな情報、松井さんの言い方をすればもう誹謗中傷で、裁判で決着もついている、どこのことを言ってはんのか分かりませんが、そういったことをリツイートするだけでそれは誹謗中傷に当たるんですよ。はい、確かにそうです。今のこの時代に誰かが面白おかしく書いたり本当に誹謗中傷していることを、それをそのつぶやきをリツイートするということは、賛同するということと本当は直結はしないんだけど、さらに広めるという意味でダメですよというふうには今言われています。それは一般論としてはそうなんですけど、今回松井さんがそのことを水道橋博士を訴えるって言い出したっていうことは、なんかやっぱりいかがなものかと思いますし、場外というか上の方の無料席から見てる私としましては、なんかやっとんな、場外乱闘してるな、おもろいなと思って、正直見とるんですけど、それは最終的には維新とは何なのか、松井さんという人はどういう人なのかというところにもつながってくるんですけど、そこで、水道橋博士と何やかんしてる場合じゃないでしょうっていうのが、正直な感想ですね。そんなことしてる間があんねやったら仕事してくださいと、思います。どっちの見方とか、そこの一個ずつ個々に言ってることがどうなのかっていうことはもう今あえて言わないです。言う気もないんですけど、それより水道橋博士に突っかかっている間があるんやったら、コロナのこともそうですし他のこともあります。大阪市課題いっぱい抱えておりますんで、仕事をどうぞしてくださいませ、お願いします。で、訴えるって言われた水道橋博士がツイートしてたのが、橋本弁護士に相談してみようかなっていう。吉村さんも弁護士ですからね、志村さんも紹介してくれませんかみたいなことを確か書いてたと思うんですけど、面白いですね。こっちの方が1枚も2枚も上手やなと思いました。今朝の一言でございました。時刻は10時53分です。今日もご視聴ありがとうございました。最後はちょっとほっこりしましょうか。今朝の一枚です。今日は久しぶりにわんこでございます。トン。はい。こちらはハリーさんちのコロンくんです。トイプードル。はい。6歳の男の子だということでございますね。はい。おっとっと。はい。ありがとうございます。もう一枚見せましょうか。ちょっと表情が違います。かわいいなあ。ありがとうございます。今日は久しぶりにワンコの写真を皆さんに見ていただきました。ハリーさんちのコロンくん、はい、日曜日でないと生で見られへんので、アーカイブでっていうので夜になって見ていただいたら喜ばれると思います。どうもありがとうございました。あなたもぜひ今朝の一枚お待ちしておりますよ。今朝の一枚はこちらでございます。はい、info@てんこ盛り.com、てんこ盛りは 10KOMORI、 これでてんこ盛りと呼んでくださいませ。あなたの気になる一枚をどうぞこちらにお送りください。では今日もご視聴ありがとうございました。忘れずに高評価ポチッとお願いをいたします。チャンネル登録もよろしく。ではまた明日インジャンです。時刻は10時55分になりました。また明日インジャングー。はい、今日はペコちゃんでございました。ありがとうございました。